2023の北京、見事優勝することができました、ありがとうございます。ですね、いろいろ練習走行からですね、波乱があって、チームメイトの藤野選手もあの大きなクラッシュをしてしまったんですが、なんとか、ここまで結果を出すことができて、とにかくホッとしています。次の、ね、上海も、すぐありますが、車のメンテナンスをして、また、シリーズチャンピオンを目指して頑張っていきたいと思います。チーム東洋勢ですね、表彰台を独占できるように、頑張りたいと思いますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。